こんにちは、ボスコンコインちゃんのパパです。今週も1週間始まりました。今週も1週間よろしくお願いしますということで、今日のお昼動画はね、結構短めなんで、よかったらね、最後までパパトーク聞きながら見てもらえたらなと思います。今映っているのは我が家のキララララどっちでしょうか。正解はどっちでもございませんということで、正解ないんかと、思われた方いるかと思うんですが、実はこの猫ちゃんね、キララの兄弟のクロちゃんです。クロちゃんというとね、黒猫をイメージされる方が多いかと思うんですが、クロちゃん以前にもね、何回か出てきたことありますが、多分ね、知らない方も多いんじゃないかなと思い、遊びに行った時に撮影しておきました。どうでしょうか。顔とかね、目とかね、鼻のあたりはね、キララに似てるんですが、色がね、ちょっとね、若干違います。カラーがね、若干違うのと、あとはね、キララはね、胸のところが白いんですが、クロちゃんはね、白くないですよね。まあね、そんなクロちゃん、何かをずっと見つめている可愛い可愛いクロちゃんですが、クロちゃんと言いながらもね、実はね、女の子です。クロちゃんと言いながらも女の子、そしてね、我が家のキララも女の子ということで、姉妹になるんですかね。そんなね、キララの姉妹のクロちゃんは、僕の兄弟のね、お家で飼われている猫ちゃんです。またね、機会があればね、撮影しますので、また今後楽しみにしていてください。じゃあね、残り半日 AAO ということで、またね、夕方の6時にボスコンくんちゃんとお会いしましょう。